喫茶リコリコ DA の数ある支部の一つ。表向きは普通のカフェとして営業。この支部は何をするところなんですか？超美味しいコーヒーとか映えなスイーツ出したり、閉店後に常連さんとボドゲ大会やったり、明るく楽しくアットホームな職場です。あ、食べモグのレビューも結構良くて。そうではなくて、リコリスとしての任務は？そりゃもちろん東京を襲う巨大怪獣の撃退とか、正体不明の宇宙人との交渉とか。冗談じゃん。そんなムスッとすんなよ、タキナ。ムスッとしてません、こういう顔です。まあ、ストーカーに狙われてる女性のボディーガードとか、迷子のワンちゃん探したりとかだよ。平和を守る DA に比べるとちょっと変わってるよね。それは私たちがするべき仕事なんでしょうか？